コスモス1443号の機関カプセルコスモス1443号とは1983年にソビエト連邦によって打ち上げられた宇宙ステーションへの補給船。TKS の3回目の飛行で2回目の補給ミッションだったコスモス1443号は TKS と呼ばれる重量18トンの大型宇宙船で元々は アルマース宇宙ステーションへの物資の補給のために開発されたものだった。人員の輸送も可能なように設計されたが、TKS が友人で打ち上げられたことは一度もなかった。宇宙船は機関用のバカプセルと大きな容積を持つ FGB モジュールから構成されていた。バカプセルにはエンジンを装備したモジュールが結合し、カプセルに軌道変更能力を与えていた。 FGB モジュールも単体で軌道変更能力を有していた。アルマース計画がキャンセルされたため、コスモス1443号は宇宙ステーションサリュート7号とドッキングすることになった。コスモス1443号は、1983年3月2日にバイコヌール宇宙基地からプロトンドケットによって打ち上げられ、2日後の3月4日に、 サリュート7号とドッキングした。その後は5ヶ月以上にわたりサリュートと結合していたが、8月14日にドッキングが解除された。続いて着陸カプセルと FGB モジュールが分離された。FGB は8月19日に軌道変更を行い、大気圏に突入して消滅した。機関カプセルは4日後の8月23日に大気圏に突入し予定通り着陸した。 内部には宇宙ステーションから送られた 350kg の物資が載せられていた。コスモス1443号は TKS の3回目の飛行だった。一つ前の TKS のミッションは1981年4月のコスモス1267号で、次のミッションは1985年9月のコスモス1686号だった。ありがとうございます。